93年5月にスタートしました J リーグ、早いもので30年目のシーズンを迎えます。2022年シーズンのスタート、この時間は明治安田生命 J1 リーグ第1節、名古屋グランパス対ヴィッセル神戸の一戦をお送りします。グランパスのホーム、トヨタスタジアムです。では両チームのメンバーを紹介します。ホームグランパス、ゴールキーパーランゲラック、最終ラインに宮原、吉田豊のワイド、センターにチアゴと中谷、中盤は稲垣、新加入レオシルバと先頭、最前線酒井則義、ワイドに相馬とマテウス、今日は酒井兄弟が対決をします。サブにはご覧のようなメンバーが入りました。アウェー神戸のメンバーと予想フォーメーションです。ゴールキーパー前川、最終ラインに小林、牧野、大崎、酒井、豪徳、中盤セルジサンペール、山口、新加入の大木原、ゆるき、そして武藤、大迫の2トップです。大崎、捕まった、マテウス引きつけます、右相馬、マテウスはラストパス、こぼれてきました、酒井、戻す、ヘッド、こぼれた、稲垣、カウンターアタック完結、名古屋先制。取りどころをはっきりしました、はい、ミスを見逃しませんでした。勢いありましたね、スピード感がまずありましたし、まあ、大崎に対してマテウスなので、少し前から見られた守備から簡単につなげてますと。勢いを持って出てきました、マキノでしたね、相馬スピードに乗る、えぐってフィニッシュ、相手のチェックを受けながらシュートまで行きました相馬、はい、まだやっぱ酒井のりおさんヘディングでしょうね、サンペールのところで競るっていうのは、まあ、非常に戦略的だと思いますし、スタートの神戸を見ると基本的に人も変わってませんけども、配置も変わってなさそうですね、はい、足元を使って振りました、マテウス、難しいですね、もう感覚で打ってますよね。レオシルバ、吉田豊、その前にマテウスがいます、中を見ます、マテウスクロス、ピンポイント、あーとゴール、高速クロス、追加点名古屋、これはですね、あの記録は多分オンゴールになるんですけど、それまでのまあ、展開の部分でやっぱりサイドがちょっと神戸は遠いっていうことと、で戻りながらの守備はまず非常に難しくて、なおかつこのキックです、すごく速くて鋭いボールが、まあ、下も濡れてる分バウンドした時伸びますんで、俺はもうマテウスのキックがもう9割5分です、はい、足が交錯して吉田豊が倒れてます、レオシルバファールがあって、プレオでスペースへ引きつけて、酒井のりおが、あーとファールが続きましたが、これは決定機阻止で一発退場、まあ、その前にも危ないプレーはあったんですが、大木原は退場で、吉田がまだ倒れてます、大木原退場、それから吉田豊とコンタクトした大崎のところも今カードが出てました、吉田豊先頭、おお、柿谷パスミス、これを拾って大迫、決めたんですね、
丁寧に行きました。大迫得点ならず。クロスから胸コントロール、酒井スーパー残します。打てない。森下思わず頭を抱えました。酒井宣義、フリーで長澤、中で柿谷、酒井が待ちます。柿谷左足、2人に決定機が来ました。ハッセです。クリアボールがちょっと短くなりました。山口蛍打ちました。山口、山口もまあ人少ない中でもうまくバランスを取りながら、はい、最後までプレーしましたね。試合終了です。開幕戦2対0、頂点を目指す戦い、初戦は長谷川新体制の名古屋が3ポイントを獲得しました。